今大会女子ストリート吉澤ココに続き2つ目の金メダルで注目を集めているスケートボード。名古屋市のスケートパークで練習する人たちは、自分のやる気につながるのでとても感動しました。フェイキーって言って逆向きから技に入るのがすごく難しいんですけど、それをうまくやってるのが本当にすごいと思いました。大会を控えて練習する少年も堀米の金メダルに、もう日本人としてはとても嬉しいですね。まあ、将来ああなりたいなっていう目標でもあります。